寸大模試で国語できる男子知るくださいなと思ってた。どうもこうです。LINE で女の子にちょっと責めたこと言うときにかっこわらをつける男だけにはなりたくない。どうも最高です。はい、はい、行きましょうか。本日の企画、友達の模試勝手に公開してみた。大丈夫それ。え、友達の模試勝手に公開。勝手に公開です。まず説明するんですけど、ここ友達の 家なんですよ。はい、ここね、俺の家でも小葉の家でもないと。友達の家。で全く許可取らずにいつも撮影してるよな。そうですね。僕この家の合鍵持ってるんで、撮影した時に勝手に入るみたいなつもりで撮らせていただいてます。はい、そしてね、今日ね、撮影1本終わってこういたらね、もしあるじゃないかと。この住人のもしあるじゃないかと、はい、じゃあこれ YouTube で勝手に公開しちゃえばいいんじゃねみたいな、はい、兄弟生のもしっていう、みんな興味あるから、興味あるし、俺らも楽しいし、はい、僕たちはまだ1回も見てないもし、はい、じゃあ皆さんと一緒に見ていこうという企画になってます。はい、もしって、うん、あの個人情報とか載ってて、はいはい、もうほんまにプライバシーじゃないですか。そうやな。ですのでもちろん許可は取ってません。取ってません。最後がちょっとテンション上がりすぎて暴れちゃいましたが、撮ってないんかいよ。撮ってない、撮ってないんかい。撮ってない。普通撮るやろ。だいぶ個人情報やね。でも結構載ってるしね。はいはい。でも全く許可取ってませんね。まあでもあいつやったら許してくれる。ここのめっちゃ広いしね。そうそう、ほんまに最後の正反対の男。もうマザーテレサの生まれ変わりって言われてるぐらいの男なんでね。はいはい、兄弟のガンジーって言われてるからな。ガンジー、ほんまに。では早速じゃあ見ていきましょうか。まずここの僕たちが今からもし紹介する人のプロフィールから話していこうと思うんですけど、彼は今2回生です。はい、京都大学の農学部に通う2回生で、現在日本一周してる。今日本一周中の富士山半端いって、こんなきついやったら言うとか。183センチのね、はい、イケメンですね。ゴールキーパーです。ゴールキーパー、ゴールキーパー。まあ一番個人情報やそれは。あとまあ結構 TikTok とかね、出演していてますね。リタチャンネルの TikTok で結構バズってる、うん、前にも紹介してくれた、うん、彼です。僕たちのエースと言っても過言ではない男やってるんですけど、一度も出たことないのにエース。秘密兵器です。はいはい、そんな彼のもうプライバシー公開していこうという企画になってます。はい、では早速見ていきましょうか。はいはい、彼はちなみに浪人してるんで、そうそう2年分あるんですよ。じゃあどれからやりましょうか。まず現役時の模試からな。うん、はい、まず彼のね、うん、現役時の兄弟実践模試、うん、普通の模試はなかったんで、うん、兄弟実践模試を公開していこうかな。はい、まずこれ数学えぐいねこれ。うん、いや数学よりも国語やろ。あんま一桁見たことない。あいつちょっと日本語おかしいもんな。普段からな。日本語おかしい。5点でも逆にその5点どっから取ってきたか見ようや。そうそうそう。俺の綺麗な字ですねこれ、なんか丸まったような。はいはい、大問にも1点。閣僚に対して点数が全く比例してない。兄弟模試ってさ、大体文章に書いてることを うまく抜き取って書けば大体点数くれるんですけど、逆にこんな点数もらえへんのがめっちゃ難しいよな。古文も2点と、はい、この でしょうで2点ですね。逆に甘いわ、最低。最低甘いわ。この閣僚で1点、はい、でしょうで2点。じゃあ伸びがあることを考慮して、じゃあその11月見ませんかも。そうやな、早速ね、比較した方がいい。比較した方が話しやすいしな。うん、数学まあちょっと伸びてます。うん。ちょっと僕いいですか。はい、あの英語なんですけど、これどうしました。あの比較ですよ、この偏差値で見てください。はい、8ぐらい落ちてる、7落ちてる。はいはい、はい、普通伸びるもんですよ英語っていうのは。うん、蓄積ですしね。そうそうそう、伸びやすい教科ですね。言うたらそれはどうしたんでしょうか。国語です、どうですか。さっきの国語、国語はまあ3倍です。3倍。3倍になることなかなかないよ。すごい、3倍ってすごいな。だってもしさ、うん、もしだけに第1回の英語が、うん、3倍になってたらもう満点超えてるからな。そうやな、3倍ってすごい。すごいな、そいつ成長したな。でもまあ3倍になっても16点ですよね。うん、
あと彼理系じゃないですか、はいはい、多分結構11月とかなってくるとその科学のその範囲も授業で終えて、そう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 、結構その8月にから取れてるはずなんですよ、うん、彼どうですかね、これ 38.5 偏差値、20点、これはもう半大生の偏差値間違えて半大志望の人が、うん、京大模試受けちゃってますね、うん、これはじゃあその時のちょっと判定を見ていきましょうか。そうだな、11月結構直前こんだけ点数低くて、まあ、難しいから判定が高いっていう可能性もあるんやあるね、全然ね、うん、まあ行きましょうか、うん、濃いめにいいって書いてます生粋のいい、濃いめにいいって書いてる濃いめにいい、まず、まあ、工学部建築志望やね、うん、ちょっと工学部やけどちょっと女の子見たかったみたいなちょっと下の頃出てるなあいつ、出てます下の頃志望ですねこれ、はい、彼がだって建築なのに興味示したこと一回もないですもんね、どこも建築の要素ないもんなC 判定まで57点って書いてますよ、地球工事頑張ろうもうこの頃から多分浪人見始めてるねあら浪人か、浪格してる、浪人覚悟し始めてます、あはい、まあまあじゃあ回答用紙とかもね、うん、コピーあるんで、うん、ちょっと見ていこうか、はいはいはい、結構あれやんな、下書きとか結構書くタイプなんだあんま書かんけどね、あんまな受験生下書きとかせんのよな、うん、時間の腕やし、ね、時間ないやんか、うん、教団の英語って時間かければかけるほど点数上がるし、うん、下書きにあんま時間書くの割くのはアホやと思うんですけど、めちゃめちゃ書いてる、うん、なんならその回答よりも書いてますねこれはいはい、うん、だからあいつらだからこのもう2倍やってると、うん、人のすごいどうですかこれ、下書きの意味ありますこれあんまないですね、そこで結構でも下書き書いてやっぱ、うん、まとまった飯になってるんで、これ12点と後輩点になってるんですけど、これに関しては0点ですね字が汚いですね、だって兄弟事件のレベルに来たらさ、うん、まず頭の中で下書きしちゃう、はい、俺らレベルになるからね書いてる時点で多分、うん、兄弟受験生ではないのかなっていうね一応友達ですからね、あの第三者だって赤の他人じゃない、そう、友達だから言ってるっていう注意しとこう友達だからこんぐらい結構言えると、まずこんな第三者のことこんな言ったらあかん、あかんか、絶対あかん、仲いい友達やからこんだけ言えるっていう、そうそうそうね、ことじゃあさすもう行きます、もう特に言うことないっすね、うん、言うことないっすね僕たちは、まあ言うことあるとしたらもう書いてるけど点数がないという書きはできてるんですよね、結構頑張るタイプそうそう、でも普通の、うん、普通兄弟模試で全然取れへん人ってもう書きすらせんのよこんだけ書いてて点数ないって珍しい珍しいパターンですパターン一個も部分点に引っかからないことを書くっていうのは逆に難しいですすごいな、彼はすごいかもしれないもうこんなでも低いからなんかその伸びしろ楽しみやね、そうそう、浪人したら絶対伸びてるよ、伸びしろや、はいはい、伸びしろ楽しみなんで、じゃあ早速じゃあ浪人期のいいかな、まず兄弟実践あの比べていきましょうか、はい、これ浪人期の問題な、浪人期の成績表になってるんですけど、第1回のね、第1回8月に行われたね、浪人ってとりあえず数学伸ばさないといけないじゃないですか、はい、そうそう、兄弟受かるためには、彼どうですか偏差値 52.1、 でもまあ偏差値は上がってるね、上がってるけど何してたんですかね、半年間彼は8月まで何してたんやろでもちゃんと英語は取り返しました、英語はすごく上がってますね物理もまだ 48.8、 あのサイコもさ、普通に浪人してたやんか、はいはい、どう、理科はやっぱ上がりやすいっていう、理科はめちゃめちゃ伸びます時間をかけるだけ伸びます、うん、でもまだ8月やから、うん、多分11月にかけて伸びていくんじゃないかな、うん、お、でも B 判定です、あ、マジかすげえ、E から B に上がってます、嬉しかったやろうなでもなんか第一志望が地球工になってるんですよお気に入ってる、そう、現役の時は第一志望建築、うん、建築、ちょっと地球工より最低点が高い、うん、学科やねんけど、うん、もう浪人の時は第一志望に地球工にしちゃってる、お気に入ってるなこれ、気に入ってます、受かりに行ってますわ、あいつ、まあ、仏工はまず D 判定なんで、うん、まあね、まだまだです、まだまだか、はいはい、まあしゃあないかな、はい、古文がめちゃめちゃでも上がってます、ね、あ、ほんまやな、あいつ1点、2点やったもんな、そうそう、あの、でしょうかの2点やったけど古文も18点まで取ってます、すごっ、9倍、うん、あ、国語めっちゃ上がってますね、ほんまやな、
倍になってます。多分半年間ずっと国語やってたんやろな、彼は。はいはいはい、もうすごい一番そっちのけで。一番配点の低い国語をまず固めようという、浪人生活にしたんでしょうか。謎が残る。じゃあまあ次は、駿台ベネッセ模試、見ていこうか。これみんな受けるやつやな。ね。うん、ベネッセ模試ね、うん。10月の時点で兄弟 C 判定と。うん、はいはいはい。浪人生で。まあまあまあ。まあ、A 判定取りたい時期ではあるよ ね、浪人生なら。浪人生やからね、はい、待ってください、これこの方志望校志望校変わってるな。さっきまで工学部じゃなかったですか。あれ教育、はい、まさかの教育学部理学部とかに変わるんやったらありえるけど、うん、あんま工学部から教育学部に変わらんのおらんな、うん、ちょっと受かりやすいと思ったのかな。そうね、血迷ったかな、うん。成績はまあまずまずかな。でもどうやろな、ちょっと今巨大志望にしてはちょっと低いぐらいかなってぐらい。数学はまあ、うん、得意かなかな。数学ぐらいかな、いいのは。はい、まあまあ普通ですね、はい。まあ、普通っていう成績ですね。もうちょい伸ばしたいってところ、はい、はい、続いて、うん、11月のベネッセマーク模試、うん、手に入れちゃったと。駿台ベネッセマーク模試、うん、どうやろな。あ、でも兄弟あれ志望校変わってない、まだあれすぐの、しかもあの地形校で上がってるんよ、情報学会一番上どうしたあれ彼はどうしたんだ。あんま工学部から教育学部行って、うん、工学部戻るやつあんまおらんない。学科しかも上げてるしな、ランクめちゃめちゃ、うん、何があったんこの1ヶ月でやっぱそのあれちゃう、やっぱ IT 第一位なのに決めたんちゃう、はい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 、どうやろな、マークマシとしては。まあ普通にいいんちゃう、普通に。まあでも国語128点やで、6割5分もないと。いや、ちょっとしょうもないな。これは京大受験生としてはちょっと低い方かな。まあ、ちょっと9割近く取らなあかんしな、うんうん。で、最後は普通に何点あったの？105点。おーおーおー、びしょ。おー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 、びしょ。センター試験本番はもう国語105点しか取れません。あ、本番105点なんや。マークもし105点とかじゃなくて、うんうん、もう本番105点。そうそう。うん、びしょ。でさ、うん、じゃあその、模試の時は何点やった？もう100点も取れたことない。ずっと90点台や。ディスるな、お前はこいつのこと。取れてんねん。128点じゃん。すごいですね。すごいですね。じゃあ、コバさんは、うん、実際、マーク模試とかでは国語何点ぐらい、うん、しかも8割近く取って、はいはい、取らせていただいて。さすがですね。本番は9割いただきました。さすがですね。まあ、科学も68点とちょっと、物足らないですね。まあ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 。まあ、こんなところかな。うん、まあいっぱいまだ模試あるんですけど、まあいっぱいあってもキリがないんで、最後にじゃあその全国模試の、駿台の全国模試の、その受験前の12月のやつだけ、はいはい、一番最新ですよ、模試で言ったら。そうそう、もちろんもう12月直前やから絶対もう A 判定とか多分取ってきてるくらいでね。そうですね。多分彼でも伸びてるんで、そうそうそう、受かってるくらいなんでね。そうそう、受かってるってことはね。うん。あれあれほぼ偏差値50代やん。これどこぐらいのこれ成績これ。これも神戸大学。神戸大学の偏差値やな。これ多分、うん、担任の先生に見せたら、うん、神戸大学行きなさいって言われる模試ですね、これは。何が悪いんだろうな。とりあえず数学やろうな、これは。うん、書くで。そうやな。うん。兄弟志望で数学が苦手ってなると、うん、結構厳しいもんな。しんどいな、うん、結構ほんまに。理科もでもちょっと上がってるは上がってるけど、はいはい、ちょっと物足りん感はあるな。物理も半分は欲しいですね、うん、6割近く欲しいです。判定はどうなんですかね。判定見ましょうか。志望校もちょっと気になりますわ。はいはい、彼の志望校、教育志望校ね、彼の今までの、うん、工学部、うん、建築学科、うん、工学部地球工学科、うん、教育学部教育学科、うん、工学部情報学科もう4つ入れ替わってるんで、次何来る。もう4月か12月の間でね、次もう総人でも来るんちゃう。工学部で結構戻りましたと。戻りましたと、原点。はいはい。判定は、あれで、あれ D。D 判定。情報に至っては E 判定。では、なんで彼は今、京都大学にいるのでしょうか。まあまあ、これを見て多分農学部に帰った。あのね。まあ、さすがに情報学科、工学部は無理かってなって、うん、農学部に志願をしたんじゃないでしょうか。うん、はい。今実際通ってるのは農学部なんですよ、うん、彼。この工学部、工学部書いてるけど、うん、今、彼が通ってるのは農学部になってます。でもまあ12月で、こんだけ判定悪くても、うん、
まだチャンスあるってこと、ね、そうですよ。受かってるもん。伸びしろすごいな、うんうん、この彼の伸びしろ。1月2月で A 判定まで持っていったってことやん、うん、D から A ってことやんな。そうそう、すごいです、うん、逆にすごい。まあネタ話ししていきましょうか彼にね、はいはいはい、もうこうやってやっぱりちょっと無断で公開するのはちょっと心痛いんで、うん、結局やっぱ彼にネタ話していきましょうか。でもさすがに怒られるくない。さすがにな、かなり個人情報やしな、うん、しかも結構俺ディスっちゃったしな、うん、結構プライド高いし。、うん、もうその時謝ろう。謝るしかない、うん、でもどんだけ怒ってもこの動画は絶対あげますと。そうそうそう、約束します。約束します。早速では電話かけていきましょう、はい、出るかな。出た出た出た。もしもし。はい。あのさ、今さ、急に家にさ、勝手に入ってさ、うん、あの YouTube で急の模試全部公開しちゃった。俺の模試？あー、まあいいよ全然。え